昭和21年12月21日、高知県はマグニチュード8.0という巨大地震に襲われました。昭和南海地震です。想像を絶する激しい揺れが続く中、なぜかカーカーという呪文のような言葉を数多くの人々が叫びました。高知県方言辞典によると、カーカーとは地震が早く収束するように念じて叫ぶ声とされており、高知県内の数多くの地域で伝承されています。この言葉が語り継がれている地域の一つ、高知市桂島。ここにはカーカーの本当の意味も伝えられていました。その意味とは、大きな地震の後はカー、川に気をつけろでした。確かにカーカーは川の方言カーを2回続けた言葉です。大きな地震の後には恐ろしい川の異変があることを語り継ぎ、山に避難するように伝えることで子孫の命を守ろうとしたのです。地震の時はカーカーぞね。この戒めの言葉は高知県内の数多くの川の流域を津波が襲ったという事実も伝えています。